réponse. さて今度は技術面でなくて表現力で非常に優れた面をアピールしましたフランスのトベル選手をご紹介しましょう。ゆかさん、はい、なんといっても話題になった一番手でしょうね。そうですね、もうこれ4分半ですけれども、ずっと私は笑ってました。じゃあちょっと見てみますか。はい、的にも本当に高度なものをやるんですけどね、特に今回は表現力が目立ちましたよね。でも彼出ていく前は表現振りではなくてジャンプの練習をずっと繰り返してまして、すごい緊張してたんでしょうね。もう唇を舐めるかジャンプ飛んでるか。小谷さんはね、リポーターという立場で選手のロッカーから出てくる表情ですとかね、練習の姿見てもらったんですけど、もう今大会全てを通して出ていく前に最も緊張してたのがこの彼だと思います。これピンクパンサーです。聞いてると分かるんですけど、周りのお客さんも笑ってるんですよね。で、一番驚いたのはジャッジの人が笑ってましたでしょう。そうですね、カメラマンも笑ってましたよね。説明しながら、でも佐藤さん、これ本人真剣だし緊張してるでしょ。真剣ですよ。まあ、今回キャンデロールがね、怪我で出てませんでしたけど、その代わりに出てきてこれですよね。え、本当にフランスにはこういう人が多いんでしょうかね。彼がそのジャンプの練習をしている時もね、こうシュッシュッとこうふっと息を吐いて声を出しながらやってたんですけれども、そういうもんなんですか。そうですね、やはり瞬発的なこうアタックというか、そういうものが必要ですから、特にこれだけ体が大きくなると、やはりそういうものがもっと必要になるんでしょうね。これ、気持ち悪いって、この日本の人が出たけど、それ超えましたね、でもね、面白い方が先行してね。小川さん、188センチですからね。そうですね、なかなか長身でですね、このような安定したジャンプ飛ぶとは言えませんね。佐藤さん、ああいう顔はなかなか日本の方にはね、作りにくい表情ですよね。そうですね。中国の各選手は対照的すぎてね、まあ、ショート終わった時点で20位だったんですが、このフリーだけは実は10番に入ったという。これ今ジャッジ席の目の前ですけどもね、フェンスに隠れましたからね、
ですよ。小谷さん楽しかったですよこれはね。もういっぺんに緊張感が出ました、ね、今抱きついてたのは教えてるフランスのコーチですけどね。まあでもこの後実は演技終わってどうも足を痛めて松葉杖をついてたっていうのにまた笑わせられましたけども、じゃあインタビューちょっと聞いてみましょう。Oui, tout à fait. Oui, c'était en fait mes entraîneurs m'ont proposé ce thème, et puis je me suis renseigné en voyant divers films et dessins animés, et c'est vrai que c'est un personnage que j'ai réussi à bien apprivoiser, qui me collait bien à la peau, donc on a pu s'en servir tout au long de la saison. Ok, alors on y va. Bon alors, j'espère voir le public japonais dans un petit peu moins d'un an.car il paraît que c'est un public très connaisseur et j'espère que vous pourrez apprécier mon patinage. Sayonara.